最近お疲れですね。まあ忙しそうですからね。たまにはこうやってのんびりするのもいいですよね。今日はお好きな耳かきしましょうか。ちょっと待っててください。お待たせしました。じゃあお膝にどうぞ。もうちょっとこっちですよ。じゃあまず綿棒で耳の周りの汚れ取っちゃいましょうね。耳の周りから耳の裏側も、耳の裏側も結構汚れやすいんですよ。ちゃんと洗ってますか？じゃあ次は耳かき棒でちょっと耳の中見せてくださいね。ありそう。入り口からですね。奥の方痛いかな。この辺取れなさそう。あんまりやると痛くなっちゃうんで、これぐらいですね。じゃあ次は梵天で、
それじゃあ反対側ですね。じゃあこっち向いてください。なんだか眠そうですね。なでなで。そのまま寝てもいいですよ。じゃあ、綿棒で。頑張りすぎですよ。じゃあ裏側も。次は耳かき棒で、こっちもありそうですね。せっかく眠そうなのに、奥までやって目覚めちゃったら。手前の方だけにしちゃいましょうか。じゃあ、痛くなさそうなところまでですね。気持ちいいですか？見てて心配になります。
休めるときは休んでくださいね。自分のことは自分がよくわかってるって知ってますけど、やっぱり見てて心配です。このままで